これねすすごいですよついにあのあの、えー、海産物だけじゃなくて生鮮食品もありましたけども今度は、ね、化粧品もう日本の化粧品にも不買の動きというです、ねまあ、日本に行くし日本のものならもう、ねえー、全て買わないぞということなんでしょうか、まあえー、ちょっと、ね、これに絡めてちょっと紹介したい、えー、ニュースがあるんですけども、えーまあ、化粧品不買までいきますけどもでもこれって であのー、中国当局からするとまずね塩の不買運動って起きたじゃないですか中国でもでもその前に韓国で起きてたわけですよでねその中国政府が何て言ったかですすごいですねこれはあの、えー、朝鮮日報の日本語版ですけどもタイトル「中国政府自国民の塩買い占めに対して韓国人の真似をするな」 <laughs> だから韓国で潮の不買運動がありました。中国人もそれをやりました。で、中国政府はそんな下品なことをするんなと。それじゃまるで、ね、韓国人ではないかというふうに、こう、中国政府が言ってるわけですよ。読みますよ、これ。はい。日本で福島原発の汚染水、各国日本では処理水と表記、放流が始まった24日以降、中国各地では潮の買い占めが起こっている。 中国は同日、日本からの水産物輸入を全面中断し、国営メディアは汚染水の危険性を毎日のように報じていることから、汚染水への恐怖が広がっているのだ。福島汚染水放流に対して、中国人の間で動揺が広がっていることを受け、中国政府と国営メディアは、すでに潮の買い占めが起こった、韓国の真似をするな我々は韓国人よりも理性的だなどと呼びかけ、事態の沈静化に乗り出しているということですけどもね。ひえ、ひどいですね。 中国では、すごいですよ通常の、ね、2倍で売ってるんですって山東、えー、省の、ね、ある港町では塩を買うために数百人の市民が集まりわずか1時間で、ね、4トン売れたんですってで通常の2倍でコンビニでは、ね、数百箱の塩を積み上げてるらしいですよ、えー、通販サイトでも塩売り切れだそうです 中国当局や漁業関係者などは福島汚染水放流に強く反発してきたがその一方で過度な不安の広がりには警戒しているまた警戒すべき非理性的恐怖の事例として韓国を取り上げている中国営業連合会の何ちゃら理事長は24日中国メディアの取材に中国は厳格な食品安全規定を持つので韓国人のやり方を真似しないよう願うと述べた <laughs> まあ50歩100歩というか目くそ鼻くそというかね <laughs> まあまあ,あ同じ穴の無地なの方がもうちょっとお上品な名前ですねはい <laughs> まあ韓国人も塩の買い占めをした人がたくさんいたわけです中国でもそれが起きたということですからね、はい、ですからまあでもその中国はその上を言ってますよ化粧品も不買ですからもう塩は不買ね それから、あのー、海産物も不買。で、生鮮食品も不買。で、化粧品も不買です。はい。いや、いや、なんか韓国人の真似するなとか中国政府言ってますけど、その上を言ってますからね、確実にね。ちょっと、まあちょっと読んでいきましょう。はい。朝日新聞。 東電福島第一原発の処理水の海洋放出を受け、中国で日本の化粧品の不買を呼びかける動きが出ている。海洋由来の成分が含まれることなどを理由としているが、日本のメーカー側は安全性に問題はないと強調。放射能汚染を避けるリスト。 中国の SN 上では、そん,そんな不買リストがいくつも出回る。菓子や飲み物など日本の数々の製品が並ぶが、中でも多いのが化粧品ブランド。中国メディアによると、処理水の影響を受けた海水や海藻など、海洋由来の成分が含まれているといった真偽不明の情報が理由。SNS にはネット通販で買った日本の化粧品を返品する投稿も目立つということです。 はいえー、っとですね、はいあの、えー、もうだいぶ前ですけど漁船衝突事件がありましたその時日本製品不買運動起きましたよねすごかったですよねあの時に衝撃的だったのはパッチモンばっかり売ってる偽ブランドショップがあるんですよ。えー 当店は日本製品扱っていません当たり前だろうって話ですけども <laughs> あれは本当その通りだなと思いましたけどもねあの時はですねもうトヨタからパナソニックからですねもうボコボコにもうショールームから工場から壊されたわけですよそれでも唯一日本製品の不買運動が起きなかったのが化粧品なんですね 要するに半日半日であんなに盛り上がってましたけども3日よりもね中国のご婦,人たご婦人たちは自分のお肌の方がねあの大,大事だったというねですからあれだけの半日が吹、ねえーまあ、き荒れても化粧品だけは買えなかったということなわけですねまあただほら今中国経済自体が結構ね、あのー、曲がり角ですからね、えー、高級品、えー、ちょっと買い控えているってこともあるかもしれませんまあ日本製の化粧品に限らず、えー、フランス製とかも 一気に売り上げが減っているということですからね。まあ、それよりもちょっと落ちているということではありますけども、この化粧品不買運動というのがですね、どこまで続くか。まあ、中国の人からすると、日本製品って、もう、絶大なる信頼を置いてたわけですね。だから日本に来て、まあ、もう、いろんなものを、もう、買い占めて帰っていったわけじゃないですか。特に肌につけるもの。ね。えー、ここらはですね、やっぱり日本製品は信頼できるということなわけですからね。まあ、 まあ別にいいんです。えー、日本製品。まあ大体中国への輸出ってあ、まあ言うほど大した金額じゃないですからね。ですから中国との貿易関係が一切なくなったとしても日本経済はあんまり、ね、影響を受けませんので必死になってね、魚買ってくれとか化粧品買ってくれなんて言う必要はありません。日本の GDP の中で貿易による利益は1%ですからね。日本の GDP の中で、いいですかもう一回言いますよ。貿易による利益は1%しかないんですね。 えですからまあ中国人が買ってくれなかったら日本人はなんか衰退するなんてことはも全くもう全くありえませんはいもう中国人が買わなくても結構でございます、えー、中国から買わなきゃいけないものはもうほぼないでしょうね大体いい中国から買えるものってよそでも買えますからだって独自の技術なんかほぼないんですからねあれほとんど日本とアメリカの技術ですからね、えー、ですからまあ世界の組み立て工場をやってるだけですから大した 技技術術ももあありませんあっったたとしてもパクった技術ですからね、はい、だから中国から買わないと困るものといったらいつも言ってますけども、まあ、ピータンと紹興酒ぐらいでしょうかねあとは別に中国からね頭下げて売ってもらわなきゃいけないものなんて基本ありませんから、まあ、意外と、ねえー、日本と中国の貿易関係はなくても大したことないまあちょっとあの海産物に関しては後でやりますけどもねはいついにね えー、化粧品の不買運動まで起きたということで、えー、まああのー、中国は韓国を超えたと。ええー、韓国人の真似をするなって一生懸命中国政府が言ってましたけども、もう確実に韓国超えをしたというですね。これね、韓国超えるってなかなか難しいですからね。だいたいこういう話って、韓国の方が上行ってますからね。もう中国人もびっくりって話、山ほどあったじゃないですか。えー、でも一応、 与党は韓国与党は、ね、問題ないという立場を取り、まあ、野党とか、いろいろと、ね、それでも日本製品買うななんてちょっとやってますけどももう完全にあの中国は。 韓国を超えていきましたね。だから政府としてはあんまりね、その、塩不買とか、そういうね、品のないことやめてほしいと、もっと理性的にね、振る舞ってほしいというふうに政府は思ってるんでしょうけども、もはやちょっともうコントロールできなくなってるわけですよ。だこの反日ってあまり行き過ぎると、あの、反政府運動に転換する可能性があるので、 政府は何やってんだ日本の声に対してなんでこれしないんだみたいになってきますからね。だから半日半日で今中国経済相当やばいですから国民というか人民の目をむあ反らせたいんでしょう。それから日本とアメリカとか韓国が連携してね、半導体輸出規制とかもうね、もうほんと緊なんてめちゃくちゃ怒ってると思うんですよ。えー、で、このクソやろうって言って日本,こ日本にまずね、意地悪してっていうことなんでしょうけども、それはですね、もろ刃の刃ですので、これコントロール不能になったら本当に政府批判 行ったらこれもう止まんないですからねだからもうかなり初期の段階でね用の開始もやめろとか言ってるんですけども全然どこ吹くかでその上をいっちゃってるというね、えー、今後この反日運動というものがどこまで政府がコントロールできるのかできないのかここら辺はちょっとね今後のまあ見どころかなというふうに思います